はい、このゲーム、FIFA19 にはパブロビッチという選手が3人います。で、私はそのパブロビッチという選手が気になったのは、ボスニアに左のサイドバックいないかなと思って、で、ボスニアにはすでにいい左のサイドバック系が2人いるんですけど、1人はアーセナルのシェアード・コラシナス、80ポイントついてますね。ですが、この人は生まれがボスニアじゃないんで、愛国心がないのか代表サボりまです。で、もう一つ、今度はセナト・ルリッチという選手、ラッチオの選手ですね。この人はおっさんなんですけど、ポイント78で、足はめちゃくちゃ速いです。ですが、おっさんなので実際の代表でも引退してしまっているので、何か代わりになる選手がいないかなと思った時に、パブロビッチ、ポイント69しかないんですけれど、ボスニア自体がポイント低いんで比較的いい選手かなというところで、ですが、セルビアにもフォワードのこのアンドリア、パブロビッチ、そして、クロアチアにもですね、センターバックでパブロビッチというのがいたので、どのパブロビッチが最強かと、調べたんですけれども、全員前線に配備したんですが、シュートを打ってるのは実際このアンドリア・パブロビッチだけ、やはり本職のフォワードだけありますね。残念ながらボスニアのサイドバックの、パブロビッチはシュート自体あんまり打ちませんでした。なので、パブロビッチ界最強はこの、セルビアのパブロビッチかなといったところです。ポイント自体は一番低いんですけどね、66ポイントというところで。